はい、実況させていただいてます。スロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はね、キングオブファイターズ95ですね。こちらをやっていきたいと思います。プレイステーション版になりますね。ちょっと待って。これちゃうな。いや、これ。あれ？あ、いいのか。コンフィグレーションでいいのか。これはレベルこんなもんでいいやな。これだけか。そんな設定するところそんなないんや。で、ゲームスタートね。懐かしいな。めっちゃ久しぶりにありますね、これ。チームプレイ。もちろんチームプレイよ。見落としますよ。京都、これ。イオリね。イオリはこのゲームから初登場なんですよね。95からね。これな。まあ、ケリーかな。懐かしい、めっちゃ。これでいいや。めっちゃ懐かしい。この時の今日はね、闇払いが使えるんですよね。96から闇払い使えなくなるんですよね、今日は。今日はね、94と95の時はね、闇払い使えるんですよ。だからほぼね、イオリとね、性能同じなんですよね。闇払いね。これを使えるんですよ。96から使えなくなるんですよ、この技ね、飛び道具ね。ああ、くそ。おろつなぎ出たのにな、やられた。この頃はシンプルでね、体力ゲージがね、ピンチになるとね、超必殺技が何回でも使えるっていうね、そういうシステムでしたね。イオリ初登場の時ですね、これ。うわ、強え。まあ、テリー倒しましたね。これね、三段笑いですね。三段笑いですよ、これね。ふふふ、わっはっはってね、三段階の笑い方ね。はい。そう、これね、王道のあのコンボですよね、このイオリの。ね。パワーゲージ貯めれるんやったな、この時な、確か。どうやってやるんやったっけ？ボタン忘れた。ウォーン！ウォーンって言うんですよね。ウィンじゃなくてウォーンなんですよね。あ、アンディね。止めるのどのボタンやったか忘れたな。やば。貯めればね、これ非常に人が使えるんですよ、いつでもね。貯めたらね。はい、倒せた。なんとか勝てましたね。お前たちが敗者になるのは目に見えていた。無謀だったな。これ初登場ですからね、イオリがね。94からなんですよ、イオリ初登場したのね。あ、これあれやな。キムチームとか、韓国チームね。やっぱね、この辺の海洋オイフはね、懐かしいですよね。初期の頃ですからね。この95からね、チームエディットができるようになったんですね。
94はね、チームエディットできなかったんですよ。うん、やっぱ強いな、早いな、早いわ。どのボタンやったかな、貯めるの忘れたわ。貯めるボタン分からへん。分かった、分かったけど。そのまま死ね、イオリ。うん。そのまま死ねえって言うけども、イオリはとどめを刺さないっていうね。うん。実はとどめを刺さないんですよ。イオリ、バーナ、チョイ、エディ、チョイな。チョイボンゲね。懐かしいな。チョイボンゲ使う人結構多かったですよね。結構強いんですよ、うん、僕はあんまり使わないですけどね。使いこなせばめっちゃ強いですから、チョイボンゲ。やばいやばいやばい。やってきた。やばい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 。このままでは終わらんぞ。まさか負けるとは思わなかった。やるよな。キムやん、キム、キムもいるから。まあまだ一人目やからね、こっちはね。今日バーサチョイレディーゴー。負けたくやん。早いな。俺のガチだ。懐かしいな、これ。この言い方。まあ一応ね、今日は主人公ですから、このケイオスシリーズのね。キムね。このキムはね、ガロースペシャルの時の性能なんですよね。声もね、あのガロースペシャルの時のね、キムと同じですから。声とか性能がね。キムとテリーはね、同じ声優なんですよね。うん。声優の名前忘れましたけどね。やばい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 。あかん、やられた。まあでも、あとテリーがいるからなんとかなりそうやな。同じ声優同士ね。同じ声同士ですけどね。橋本さとしやったかな。そんなような名前やったと思うけど。声優の名前ね。パワーダンク使えるね。95からね、パワーダンク使えるようになったんですよ。これね。この技は95から使えるようになったんですよね。うわ、やってきた。砲脚やってきよった。うお、負けた。逆転負けした。強えな。うん、どうしようかな。キャラ変えるか。これ久しぶりに使ってるのかな。んで、これと、イオリがいいかな。これでいこう。極限流をね、久しぶりに。これもね、結構、うん、使いやすかったと思うんですよね。剣数ね。C 剣数。サイコソルジャーのね、2P なんですよね。あの、サイコソルジャーっていうゲームがあったんですけど、ね、
それのね、2P がアテナなんですよね。もうやるな。懐かしいな、この関西弁。この二人顔似てますよね、なんとなくね。それで勝てたな。さっきとえらい違いや。これ一回一回画像判別してもらうの、そんなやめてもらえるかなと思うけどな。一回一回ね。よし。あ、アテナ出てきた。量ね、この量はね、竜子の剣2の時のね、性能だと思うんですよね。このアテナってね、作品出るたびに声優変わるんですよ。ほんで最終的にはね、池澤春菜にね、落ち着くんですよね。うわ、強え強え、やばい強え、めっちゃ強え。うわ強え、飛び道具な、打ちまくりやな。強えな。仲間同士やね。小球団とサイコボールよく似てるけど、技が。ストレミアでこっち。
やっと倒した。サッダム笑いね。パーフェクトを言うたって、相手減ってたからな。よし倒したこのまま死ね。イオリ、お次じいさんやな。じいさん出てこない、酔っ払いじじいな。一応まあ水剣使うんだねこいつね。イオリバータキンレディー新剣祭ね。倒した、危なかったな。なんとしたことじゃ、うん、なんとしたことじゃ。命など墓はないものだ、もっと散り際は美しいがな、最も散り際は美しいがな。かあ、これあれやな。これバイスですね。これ96から登場するんですよ、バイスはね。バイスとマチュアね。うん。あ、マチュアはこっち、これ出てこないのか。めっちゃ部下なんやね。うん。なるほどね。あ、ちょっとカットしてしまいますけど、すいません。あ、これは極限流チームね。やっぱイオリは最後の方がいいな。こうしようか。これロバートね。ロバート。これも確か竜子の剣2の時の性能ですよね。ロバートもね。ほな、行こうか。もう来た、ハオ。そう、普通に使えるんですよね、ハオ昇降剣。超必殺じゃないんですよ。これね。普通の技なんですよ。あ、そうか、あの技あったな、そういえば。忘れた。これね、これ忘れた。これ結構使えるんですよ、この技。そう、この技忘れた。うわ、強え。やぶな。うわ、強え。うわ、強え。めっちゃ強え。どっちも大阪弁同士やな。やられてもうたかな。いや、強いな。ロバートなかなか。これは極限流動士の戦いやね。あ、じゃあ、じゃあ、残虐拳さん。あ、でも、ハード、ハード昇降拳出ないな。あ、出た。出たけどやられた。出たけどやられた。よし、倒した。おーっす。ああ、タクマね。一応竜子の剣1の時のミスター空手の正体がこのタクマ坂崎で、親父なんですよね。竜のね。忘れた。やっぱ強いな、この技。普通の技ですから、これね。ちょい下がっちゃうからね。打ってくんか。打ってくんか。よし、倒した。覇王昇降拳を得得せん限り、お前がわしを倒すことだろうできぬわっつってね。
言うんですよ、この親父はね。で、とうとう倒しましたね、それを使ってね、今。よしよしよし。やばいやばい。リュウコランボが超必殺技なんですよね。やばい、やばい。あ、でも倒した。倒した。すげえ、量強えな。真剣勝負に二度目はない、よく覚えておくことだ。強えなやっぱり。あー、怒りチームね。こうしようか。怒りチームですね。あの怒りっていうねゲームがあったんですけど、そのねこの主人公たちなんですよね。一応あのこのラルフとねクラークが、ラルフがワンコンでね、クラークが痛恨なんですよね、怒りの、確かね。意外と知られてないことですけどね、これね。こんなやろうか。強え。最初の頃ってね、ラルフとクラークってね、ほぼね、性能がよく似てたんですけど、あの、途中からクラークはもうプロレス系の技ばっかり使うようになってね、コマンド散歩みたいなね、そういうなんか、あの、使い手になってしまいましたね。マーシャルアーツなんですけどね、一応もともとはね。ラルフもマーシャルアーツなんですけどね。結局あのクラークは途中からね、マーシャルアーツじゃなくてね、プロレス技ばっかり使うね、コマンド散歩みたいなね、そういうキャラになりましたね。あ、出た。出たなぁ、これ、ハイデルンか。レオナの親父ですよね。懐かしいなぁ、ハイデルンなぁ。98と95しか出てこないんですからね。うわぁ、出た、この技。うわぁ、懐かしい。めっちゃ強かったよなぁ。やばいやばい。あ、やられた。強えな。まあ一応ね、リーダーですからね、この怒りチームのね。まあ、ラルフとクラークの師匠みたいなもんか。うお、強え。よしよしよし。あかん。なんでビルトアッパーが出てまうんやろな。カオス横弦出したいの。ああ、やられた。強え。いよりね。キッチこれ映像判別して切り替えるのやめてほしいわ。イオリ、バータ、ハイデル、レディー、ゴー。これだから新しいテレビはめんどくさいけどな。ゲームやるときってね、ほんとね、新しいテレビってやりにくいんですよ。アナログテレビの方がゲームってやりやすいんですよね。なんかね、違うんですよ。新しいテレビってね、なんかデジタルテレビってゲームには向いてないんですよね。最近のゲームにはいいんですよ。レトロゲームには向いてないですね。クラークできた。一応怒りの痛恨ですよね、これね。痛恨キャラクターね。怒りのね。うわ、出た。あー、くそ、惜しい。出たのになぁ、やられた。このままでは終わらんぞ。出たのに、せっかく、八乙女が久しぶりに出たのになぁ。
まるでなっていない。そうか。これもう一回やって、これでやられたら終わりにしますけどね。どうしようかな。まあ、イオリは入れた方がいいな。イオリと、この、これと、今日にしようか、最後は。これでやられたら終わりにしますね。なかなか難しいな。まあ、KOF はね、この頃の方がシンプルで良かったですよね。この性能が僕今日は一番好きなんですよね。96以降も今日も使えないことはないけどな。この頃の性能が僕一番好きですね。ネスト編ではね、今日はあのクローンの今日がね、このこれと同じ性能なんでね、使いやすいんですよね。99とかね、2000以降のね、ネスト編の今日もね、そのクローンの今日が使えるんですけど、それがね、この95の頃の性能の強度が使えるんですよね。今日のクローンね。倒した。俺の勝ちだ。次、クラークさんは。ハイデルね、隊長出てきましたね。さ、今度は楽勝ですな。あー、くそ。あー、かん、やられた。おろし投げ出ても当たらんな、なんか知らんけど。量ですね、量。こいつ強えな、やっぱハイデルもね。やっぱボスっていうか、隊長というかね。めっちゃ速いし、技が。残熱拳ちゃうっつうの。青証拠拳出えへんのかよ。あー、出たけどやられたやん、おい。うわ、強え、こいつ。めっちゃ強いな。イオリ、バータ、ハイデル、レディー、ゴー。いや、ボス並み強いやん、こいつ。やばい。もう違いやで、これ。あかっ。うわ、ガードしようとか言って。あかん、強いな。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。くそ、女性チームも見たかったのにな。女性チームも見たかったんですけど。しょうがないか。とりあえずこれで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。はい。セガサターン版の KOF95 をやるのは初めてですね。過去にね、PS 版の KOF95 はやりましたけど、サターン版やるのは初めてですね。音がえらいスローやな。音楽はスローですね。
回チーム、もちろんチームですよ。ちょっと音楽がスローなんですよね。そう、これ秒が短いんですよね、選ぶ秒が。キャラクター選ぶね。いやー、これやるのめっちゃ久しぶりですよ。5年ぶりぐらいかもしんない。これイオリはね、初登場の作品なんですよね。イオリ初めて出たの95からですからね。94はいなかったですからね。音割れがあるなぁ、そうそう。三段笑いですね。はい。マイか。相変わらず色っぽい体してますね。あ、忍び鉢や。すげえ。ああ、やられた。ああ、やられた。まあね、知らぬ前は日本一ってよく言うんですけど、日本一で当たり前なんですよ。日本代表なわけですからね。この今日はあれですよ、闇払いが使えるんですよね、初期の今日なんで。96から闇払いね、使わなくなって、で、11でまた闇払い使えるようになるんですよね。あ、負けた、やばい。あ、負けた、強えな。あと一人いるからな、やばいな。
チームエディットでこっちキャラ選んでるから敵もバラバラでなってるんですね。キャラクターあのチームのあれが。やばい負けるなこれ。あー負けた。難しい。一戦目勝てなかったよこれ。ちょっと難易度下げるかこれ。ちょっとノーマルで無理っぽいな僕には。僕対戦格闘ゲームってね、ノーマルよりちょっと下ぐらいがちょうどいいぐらいなんですよ。なんか自分の難易度として大体どの格闘ゲームやるにしてあってね、ノーマルはちょっと難しいんですよね。ノーマルより一つ下ぐらいがちょうどいいぐらいですよ、僕にとってね。一つとかでもね、8段階のレベルの中でもね、レベル3よりも、じゃあレベル4よりもレベル3ぐらいのがちょうどいいぐらいみたいな、そういう感じですよ。優しい目ぐらいの、ノーマルよりぐらいのレベルがちょうどいいぐらいです。で、ちょうど太刀打ちできるぐらいになってくるんですよね。それぐらいのレベルの方が。タクマ出てくるんだ。ちょっとスローなんですよね。音割れしてるし。強い。それでも強いな。やっぱ一番下までレベル下がってもいいぐらいか。ちょっと難しいなこれな。投げられた。しかもこの頃って必殺技ゲージを貯めて超必殺技を出すか、それともこうね、体力ゲージが減ってきて赤くなってから超必殺技出すか、どっちかしかね、超必殺技出すパターンがないですから。必殺技ゲージ貯める、こうね、自分でこうグーって貯めなきゃいけない感じなんですよ。難易度高いんですよね、初期の KOF って。強いな、タクマ。避けるしなぁ。一人目しか勝てない。前ね、5年ぐらい前に PS 版やった時もあんまり進まなかった記憶あるからな。やっぱ難しいんですね、KOF95 は。難易度一番下まで下げないと多分無理かもしれない。やっと倒されました、タクマ。三段笑いですね。
あ、負けた。やっぱ勝てないな。これ外国版ですね。また文章があれやから。英語になってるし。いや、もうしょうがない。ビギナーまで下げましょう。無理ですよ。ちょっと一戦も勝てないから。全然進まないと面白くないしね。参考範や。まあね、ネオジオってあれなんですよね。イージーでも基本難しいですから、全然イージーじゃないんですよ。そうか、ビギナーで避けるか。ビギナーだったら食らってくれんとあかんやん。あんま変わってないやん、難易度。難しいやん、全然。避けられるんやん、もういい。ビギナーやのに。あかん、ダメや。あんま変わってないやん、難易度。全然勝てんやん。難しいやん、全然。これ、セガサタン版難しいのかな？ PS 版1戦ぐらいは勝てたと思うんですけどね。こんな勝てないもんなんですかね。1戦も。ガードされるし、避けられるし、もう全然全然太刀打ちできないもん。一人目すら倒せないもんな。あんな食ら減るんやもんな。一発食らっただけで。ああ、終わったやん。全然勝てない。ビギナーでもこの邪魔か。難しいなぁ。あれ、同キャラや。この攻撃好きなんですよね。あれ、出なくなった。あれ出なくなったよ。
あかん、勝てない。たくま。もうたくまは龍虎の剣のミスター空手の正体ですからね。龍虎の剣の言うたらラスボスってことですよね。商覧客はなかったのか。 あるやん。分かったけど、情けない勝ち方やった。蝶ですね。この技好きなんですよね。なんかかっこよくて、ちょっと特攻していく感じがあるんですけど、ダメだ、結局一戦も勝てないな。まだあと一人いるからな。さっき倒せなかった、しかもチャンコウさんやん相手。これテリー・ボガードとキム・カッファンって同じ声優ですもんね。この時のね、キム・カッファンってガロー伝説2とかガロー伝説スペシャルと同じ性能ですよね。必殺技の収納とかは。あれ？あれ？ちょっと待って。今勝手に飛んでた、ジャンプして。ジャンプボタン押してもないのに。あれ？なんで？これ。バグったよ。ジャンプボタン押してないんですよ、僕。勝手に飛んでるんですよ。なんで？操作できなくなっちゃったよ、急に。何これ？ほら、何もやってないんですよ、僕。押してないんですよ。ほら、勝手にジャンプして飛んでるんですよ。テリー、あ、もうすぐに元戻った。パワータンクはこの95からですよね。まあね、テリーは趣味がバスケットボールらしいんで。Thank you.
まあ勝てないでしょうね、チャン後半はさすがに。ああそうか、チェンスか。強い。やっぱ一戦も勝てないわ。ビギナーでこのレベルですからね。ちょっとさっきのキムカッファン納得いかなかったからもう一回使います。この技好きなんですよ。気持ちいいんですよね、これ。当たったら反対側に飛んでいくところがね、なんか爽快感があってね。後期の KOF じゃね、反対側まで飛んでいかなくなったんですから。雷神拳。喋り方も全然違うよな、最初の頃と。ああ、やられた。強いな、やっぱり。キム。強いな。消却は不消却があれですね、ガロ伝説スペシャルの時より性能良くなってますね。
紀元山がな、サマーソルトと同じやからな、下上ためですから、ちょっとね、あんまり使いづらいです。背高いやつは視聴客の方がいいのかな。そうでもないな。対処される。返されるね、結局ね。ああ、やられた。終わります。はい。初級。どういうあれをやるわけ？あ、キャラクター少な。こんだけしかいないんや。強いな。ああ、やられた。強い。あー、強い敵が。もう何もできなかったよ。難しいよ。強い。強すぎるわ。基本的にね、ネオジオのゲームってね、なんつうのかな、難易度高いんですよね。普通にイージーじゃないと勝てないんですよ、基本的に。